王立音楽アカデミー王立音楽院または王立音楽アカデミー王立音楽アカデミー英語はロンドンに所在する世界有数の音楽学校の一つである略称はラム王立音楽大学ロイヤルカレッジオブミュージック RCM と混同されやすいがこの二つは別組織であり注意しなければならない王立音楽院は1999年現在 イギリス最大の総合大学であるロンドン大学の正会員となっている。現在の委員長は音楽学者カー,アーティス・プライス南イリノイ大学及びハーバード大の出身者が務めている。1822年にバーガー主教授フヘインによって創立され、1830年に音楽科学の寛容を促し、全般的な指導によって音楽についての知識の 習得を欲するすべての人々を支えることにり、万全な音楽学習がたやすくなるためとして、イギリス国王ジョージ四世の直挙によって、公明にロイヤルを冠することが認められた。それ以来、とりわけ重要な音楽家が育成されてきた。ロンドン中心部の一等地に立地し、リージェンツ・パークと隣り合っている、450席を要する、デュークス・ホールや、 近代的な歌劇場などの音楽会場を含んでいて便利であり、150人を収容する新しいリサイタル会場や公開楽器博物館ヨークゲートコレクションが2001年に併設によって一層の利便性を見ることとなった。王立音楽院には毎週土曜日に18歳未満を対象とする青少年のための教室 A ジュニアデパートメントも開かれ、 世界各国の音楽的な才能に恵まれた青少年を集めている。イギリスの音楽学校の児童教室の中で最も需要の多い機関として有名である。青少年部門の卒業生にエルトン・ジョンがいる。付属図書館は16万冊以上の資料が揃い、大量の落書きや楽譜の他に自筆譜や初期の出版物のコレクションやオーディオ装置が整っている。 サー・アーサー・サリバン文庫や、サー・ヘンリー・ウッド文庫も図書館に属している。図書館で最も価値のある蔵書は、イギリスの大作曲家の自筆譜であり、ヘンリー・パーセルの妖精の女王ヤサリバンのミカド、ボーン・ミリアムズのトマスタ・リスの主題による幻想曲、音楽へのセレナード、そして新発見されたヘンデルのグローリアなどが含まれている。 国会3記年基金からの拠出によって、ロバート・スペンサーコレクションを購入。これは、英国初期のリュート歌曲の他に、リュート曲集やギター曲集の優れたコレクションであった。この歴史的なコレクションは、現在、ヨークゲートコレクションに展示されている。図書館の還元楽部門は、約4500部のパート譜を揃え、常に新品を補充している。指揮者のヘンリー・ウッドや、 オットークレンペラーについての重要なコレクションも含まれている。王立音楽院の学生は50カ国以上から集まり輝かしい共同体を作りながら演奏家から作曲家、ジャズ家、舞台家にわたる様々な学科や王立音楽院オペラ座に携わっている。王立音楽院はキングスカレッジロンドン特に音楽学部と連携しており、後者の学生は王立音楽院で 企学教育を受けている。見返りに、王立音楽院の学生は、キングスカレッジで広範な人文科学の学科を履修し、学術的な音楽学のカリキュラムを広げることができる。演奏家、作曲家、指揮家、舞台家、歌劇家は、入学準備コース、児童教室から、博士課程まで設立されている。王立音楽院の学生は、 定期的に学内演奏会の会期中に演奏を行い、例えば、コリン・デイビス、ヤン・パスカル・トル・ツリエ、クリストフ・フォンド・ホナーにルッツ・ケイラー、チャールズ・マッケラス、ディエゴ・マッソン、ジェームズ・マクミラン、トレバー・ピノックらイギリス内外の主要な指揮者と共演している。2005年9月には、コリン・デイビスが、院内の学生オーケストラと、ジュリアード・音楽院学生オーケストラからなる、混声楽団を、 BBC プロムスで指揮している。王立音楽院は定期的に現代の作曲家を記念して、該当する作曲家の登場する音楽祭を催している。これまでに、ビトルドルトスワフスキ、マイケル・ティペット、クシシュトフ、ペンデレツキ、オリビエ・メシアン、ハンス・ベルナー・ヘンツェ、ルチアーノ・ノベリオ、エディオット・カーター、アルフレート・シュニトケ、ジェルジ・リゲティ、フランコ・ドナトに。 ガリーナ・ウスト・ボーリスカや、アルボペルト、ジェルジクル・ターグ、マウリシオ・カーヘルラを特集してきた。2006年2月から3月までの間、バイオリンのビルト・オーソ、パガニーニの最初のロンドン訪問、1831年から175周年を記念する音楽祭が開かれた。ヨーク・ゲートは、1822年にリージェント・パークの表玄関の一角として設計され、 摂政時代のロンドンのために、ジョン・ナッシュがデザインした建築の中で重要な目玉となっている。ヨークゲートの内装は1940年代の空襲によって大半が破壊されたが、ナッシュによる外装は第一級の建築物の地位を保っている。王立音楽院は1911年にメリルボーン、ロードに移転し、1920年代から1930年代までの間、 ヨークゲートに曲がりしていた。遺産基金からの多額の援助によって、王立音楽院はこの由緒ある建物を接収して、改修し、スタジオや練習場に加えて、博物館、ヨークゲートコレクションを建てることができたのある。王立音楽アカデミーは、200以上の優れたバイオリン族の弦楽器を収集している。これらの楽器は、学生や最近の卒業生の便宜のために入手され、 演奏の順に、学内の常駐楽器制作者によって補修されている。所蔵されている楽器は、以下の通りである。ギャラリーは、ヨークゲート造成地の中心部をなしており、アカデミーの重要な楽器コレクションや古文書、自筆譜や肖像画を陳列している。最も重要なことは、ヨークゲートコレクションが、いける、博物館であり、演奏家や作曲家、 気学製造家や研究からの活動にとって、音楽や音楽に関連した、幅広い学問分野からなる別な公開の場と、なっていることである。この他に、ゲニーリンドコレクション、デイビッドマンローコレクション、プリオレニーコレクション、マッカンコレクションなどがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。